はい、不都合役室奉還可決の後半です。この不都合役室奉還可決は浅田宗伯というね、1815年に生まれて1894年に亡くなった、江戸時代の終わりの頃から明治の初めにかけて大活躍した漢方の先生です。で、浅田宗伯の名前を取って、売られているのど飴、それ浅田飴ですね。まあそんなことで有名なんですけども、その彼がいわゆるこういうね、不都合役室奉還苦血ね、苦血っていうのはクリニカルパールです、今で言う、ね、こんなヒントがあるよっていう、そういうヒント集なんですね。だからここにはある意味腹心も脈心もほとんど出てきません。こんな訴えにはこんな漢方、こんな症状にはこんな漢方っていうのが書いてあるんで、まあ僕からすれば僕のフローチャートにとっても似てるんですね。ということで、もう前半はね、前回話してましたので、今日は後半として残りをね、話していきたいと思います。さて、じゃあまず大細胞糖、8番。大細胞糖ってのは細胞剤の実証向けの薬です。ね。で、なんて書いてあるかっていうと、この方、商用の局地に用いうるはもちろんにして、進化、急、満々、ね、微反というを目的として、世のいわゆる干渉のね、鬱足に用いるときは、非常の功を奏すと書いてあります。まあ途中難しいんですけども、ともかく商用病気のいろんなものに使うんですね。で、大細胞糖っていうのは、ある意味お腹が張ってる場合にも使うんです。だって大黄が入ってるんだから、便が出て出やすいんですね。で、昔、大黄っていうのは便を出す以外に結構おけつの作用があるんで、苦おけつの作用が。結構大黄で便を出すことによって、いろんな症状が良くなったと、推測されます。で、大細胞糖、大体大黄が入っている細胞剤っていう理解でいいんですけども、一番実証向けのね、細胞剤だと思って、利用してください。でも言葉を返せば、下痢しやすい人に大細胞糖を出すと、時々ね、恨まれる。先生、あれ飲んだらちょっとお尻痛くなりましたって話になります。さて、次が大黄風糖。大黄風糖は何て書いてあるかというと、97番ね、番号で言うと。この方、101選法には、角質風の取材として、局方には麻痺、ね、の糖剤とすれども、その目的はいろいろあると書いてあります。角質風っていうのは、角は鶴。鶴だ。鶴。鳥。鳥の鶴。鶴の膝。ね。鶴の膝みたいになってる人って昔結構いたんです。リウマチで今みたいな早期からメトトレキセートを投与せず、当然生物学的製剤もなくて、本当に体が細くなっちゃって膝が痛い、鶴の膝みたいな人って僕の時代は結構こう思い出に残るんですね。そんな人をまあターゲットとして使った薬が大黄風糖だよって言ってます。まあ今使うのは朝鮮人参と奥義が入って、かつあっちこっちの関節が痛いっていう場合に使います。さて、次は長頭山ね。長頭山はこう書いてあります。この方は俗にいわゆる干渉のね、人気逆著しく、頭痛めまいし、あるいは肩が張りね、目が赤く心機うつうつとして閉塞しているものを治す。イメージは、こう、ある程度中年以上の人で、カッカして、目が真っ赤で、そして頭も痛いの、何も痛いのっていう、ね、そういう症状に効くっていう意味なんですね。長頭さん。まあ、ね、ここに一切脈診とか腹診書いてないんで、ね、いわゆるそういう苦血を並べたものが、不都合役室奉還苦血になっています。さて、次はこれだ。貯冷湯。貯冷湯は40番。ね。この方は、下焦の蓄熱利尿の潜在とすると。
もし上昇に邪あり、あるいは表熱あれば五霊散の症とすと。五霊散と貯霊湯の差っていうのは結構聞かれるんです。そのステップアップ編なんていくと。ね。で、貯霊湯っていうのは、貯霊、託舎、伏霊、阿経、活石なんですね。五霊散は、貯霊、託舎、伏霊、軽視、そして槍術だと思うんです。で、軽視湯は、五霊散は軽視が入ってるのが大事なんですね。軽視って基本的に、上昇、頭がカッカしたり、あとは、風なんかにも効きます。大体上の方に効くんです。それが、五霊散には入っていて、貯霊湯にはない。ね。そんな意味で、貯霊湯は、下生の蓄熱。下生っていうのは下腹です。の蓄熱を治すって言ってるんです。ね。で、もしも上昇に蛇があれば、横隔膜よりも上に蛇があったら、五霊散だよって言ってるんですね。僕の理解は、軽視のあるなしじゃないかなと思っています。さて次、次は8。どこだ？あ、当角上気筒61番。ね。この方、召喚、蓄血、召腹、吸血を辞するはもちろんにして、諸血症に運用すべし。召腹、吸血ってのはへその脇が痛い。召腹、高慢の、まあ、親戚です。ともかく、お血の所見なんですね。で、当角、これ大王と当人が入っていますから、これも苦を血剤なんです。で、かつ、大王と暴将が入っているんで、上気筒なんですね。だから、軽視伏霊丸よりも、もっとがっちりタイプの苦を血剤だって僕は説明しています。ね、で、軽視伏霊丸よりも、華奢なタイプになると、当気芍薬散。で、もっと華奢は、当気拳中湯なんですね。まあ、そんな順番で覚えておくと分かりやすいかなと思います。一番上が当角上気筒、軽視伏霊丸、当気芍薬散、当気拳中湯。ね。さあ次、当気陰師。ね。この方は老人血相よりして、爽快を生ずるものに用う。もし血熱あれば運勢陰によろしと。当気陰師は、お年寄りの乾いた皮膚のいろんな訴えに効きます。ただ、より血熱があれば、つまりより実証っぽい時には、運勢陰がいいって言うんですね。この条文、よく松田先生が出して教えてくれます。昔、お父様に、人間国宝の方の、往診を頼まれたと。で、どう言っても、華奢だったんで、で、皮膚に病気があったから、当気陰師を出したんだと。ところが、全然効かなかった。ね、それで、後日、ね、展覧会に行って、その人間国宝の人の絵を見たら、すごくこうね、生き生きとして、もうとても華奢な人が描いてる絵には見えなかったと。だから、当時も、ね、実証だったんだろうと。だから、運勢陰が有効だったんじゃないかと今でも思っているということをよく言われます。まあ本当にどうだったか分かりませんけども、当気陰師はやや華奢向き、ね、より実証向きは運勢陰というふうに理解するといいんじゃないかと考えています。次、当気芍薬散23番ね、女性の無薬3つ、23、24、25。23が当気芍薬散で、24が上逍遥散、25が軽視伏霊丸です。なんとこう書いてあります。1行目に。この方は、吉政南外得意にて、諸病に活用す。その知見、続剣手録に詳しい。と書いたんですね。これはもう、浅田宗博がそう言ってるように、吉政藤堂の長男の吉政南外が、なんと1800年前にあった当気芍薬散。その後ずっと、多分日の目を見なかったんです。それを江戸時代の中期に女子の無用薬として復活させました。僕はなんで日の目を見なくなったかが不思議です。ね、でもそうなんですけどね。そんなに有効な薬をなんで使わなかったんだろうと、ね、今でも、ね、ちょいっと疑問に思っています。
まあミステリーだから。次、女神さん。女神さん67番かな。これはこう書いてあります。1行目から。この方は、元安永党と名付けて、軍中七旗を治する方在なり。ね。よ、私は、家婦人結晶に用いて、諸行あることを知って、女神さんとしたと。これはそもそもが安永党ですから、の軍隊、ね、軍隊が、こう、気力を維持する。もっと突撃のための気力を奮い出すために作った方が、この元々の安永党なんですね。でもそれが、なんと平和な時代になって、その軍で使うことがなくなって女子に使ったと。で、すごく効いたんで、女神さんと名前を変えたんです。まあ、イライラが治るっていうのも当然な気がします。次、人参用へと。人参用へと108番ね。これは何て書いてあるか。この方は、気血両居を主とすれども、従前代法等に比べれば、恩寺、吉備、ゴミ師ありて、肺を維持する力、とても優れる。と書いてあります。これ、僕のフローチャートは、腎気剤で肺病変って書いてあります。か、フレイルってね。これ同じことが書いてあるんですよ。書き方は、恩寺、吉備、ゴミ師があるから肺に効くんだよって、ね。人参養栄湯は、朝鮮人参と奥義の薬の中でメインターゲットは肺だって浅田総白も言ってます。次、爆門道湯。爆門道湯はこう書いてあります。この方は、肺の病気、あとは咳や痰が出る、ね。そして、いろいろなもの、ね、に使うが主であるけども、近畿に退学蒸気に使うといい、と書いてあると。退学蒸気は、肺病、結核にしても、老害にしても、妊娠の咳にしても、退学蒸気という意味があれば、これを使えばいいって書いてあるんですね。この四字はとても有効だと。退学蒸気ってのは頭が咳が出て顔が真っ赤になるほど咳込むって意味です。そんな時に爆門道湯はいいよって言ってるんですね。まあ爆門道湯ある意味本当にこう自純剤といって潤いを増しますので、まあ使ってみてください。次が八味丸量です。ね。八味滋養丸のことです。もっぱら下症を治す、ね。そう書いてあります。つまり、骨盤の訴えに結構効くっていうんですね。腰とか骨盤、足の訴えに。まあ確かにそんな気がしますよね。さて次。次は半夏厚朴湯。これ16番。最初の行から。この方、極方、四匹湯と名付く。4と7です。四匹湯と名付く。機材の権与なり。ゆえに、売却期を治するのみならず、初期、いろんな心の訴えに活用してよい。ね。近畿先近においては、婦人のみに用いると書いてあるが、非なり。間違いだって書いてあります。ね。けだし、婦人は気鬱、ね。気鬱するものが多いから、使うことが多いんだろう、と書いてあるんですね。半夏厚朴湯は四匹湯って言います。大塚啓説先生は患者さんに薬名を聞かれると嫌がってそうです。言わなかったそうなんですね。で、ある時半夏厚朴湯を出してる人に薬名を聞かれて四匹湯だって言ったそうなんですね。そんなことでちょっと覚えておいてください。機材の権化、うつうつ気分にとっても効くよって意味です。梅核気っていうのは梅の種が喉にいる。召喚論には、陰中洒連って書いてあります。炙った肉が喉に詰まってると。まあ、そんな訴えに効くっていうんですね。これは今では、うつ病っぽい人、うつうつ気分の人はこの辺が狭いって言います。胃カメラしても、耳鼻科に行ってみてもらっても問題ないけど狭いって言います。それが、いわゆる梅核気なり陰中洒連なんですね。半夏厚朴湯の主治、ね、メインターゲットになります。次、白虎下人参湯。ね、この方は白虎湯の症にて胃中の津液乏しくなりて大反活を発するものを治す。喉がすごい乾いているやつを治すっていうんですね。
糖尿病昔もあったはずです。当然喉が渇いてました。糖尿病治せません。でも喉の渇きを治しに行ったのが白化人参湯なんですね。まあ喉の渇きどこまで治るか知りませんけども、昔の精一杯の知恵と思って使ってください。さて伏療院、伏療院は、こう書いてあります。この方は五性、いわゆる流飲の主薬なり、胃に水が溜まってるって意味です。でこれ立訓止湯は入り口を開くっていうんですね。入り口が狭い時に開いて食欲増すよって。伏療院は出口を開くって言います、ね、だからまあそういう意味なんでしょうね。でまあ今風に言うとその胃の手術をしてアゼン滴をで吻合したら狭かったと、そういう狭いところを幾分良くするのが伏療院なんです、ね、入り口を広くするのが立訓止湯。そんなことを言ってますけども、この仏語薬室奉還区決ではいわゆる流飲の主薬なりと書いてあります。次が量慶術館等、ね、量慶術館等は、この本では伏療慶師術肝臓等と書いてあります、ね、量慶術館等ではなくて全部並べたんですね。伏療慶師術肝臓等とで1行目から、この方は死因を去るを目的とする、ね、気陰高に上昇するもの、めまいするもの、手足震えるもの、皆水陰によるなりと。まあ水毒っていうことにみんなしたんです。水のアンバランスが頭に溜まってフラフラする、めまいがする、そういう水のアンバランスを治すことによってめまいが治るんだよ、ね、めまいの第一選択が量慶術館等なんですね。確かに僕のフローチャートにもそう書いてあります。まあ昔と比べて進歩がないっちゃ進歩がないような気もしますね。反対にこれがとてもよくできているっていう気もします。次魔王と27番、この方は太陽召喚無感の症に用う、ね、太陽病ってのは急性発熱性疾患です、ね、召喚ってのはそれのちょっと重症タイプ、それの無感、汗がない時に使うのが一番いいんですね。葛根とも同じ、汗がない時に使うんです。さあもう少し、じゃん、次翼館さん54番かな。この方は四逆三の偏方にてもって患部に属し筋脈高級するものを治す、ね、四逆三は腹中任脈に関わり高級して胸胸の下につくものを主とす。この方は左の腹の高級ねすることを主にする。だからよく漢方漢方した人の講演聞くと、左側の腹が張ってる、並びに左側だけの腹直筋が触れるなんていう時には翼館さんだって言ってる人がいます。僕はそこまで経験ないです。左と右で明らかに左だけ張ってるって人もそんなに多くないし、左の人には絶対に翼館さんがいいなんていう経験もしたことがないけども、まあこういうね、条文を知って、または自分の経験から確かにそうだと思ってお話ししてるんだろうと思います。まあこんなね、西洋医学的にはなんで左だけかって理屈わかりませんけども、浅田宗博でさえ、まあそう思ったんですね。左側だって。さて次、蓮寿院。蓮寿院っていうのは、OTC では薬があります。結構女子が喜びます。これ、始末湯を足す、量慶術館湯なんです。始末湯っていうのは、ある意味女子の妙薬なんですね。貧血っぽい人を治すから。で、肌に潤いがきます。化粧のノリがいい。で、貧血が良くなる。そして、量慶術館湯でめまいを含めた水毒が治るんで、むくみっぽい体質が治ってめまいも治る。ということでね。蓮寿院は結構 OTC では喜ばれています。そこには何と書いてあるかっていうと、この方は水分と血分と二道にね、渡る症を治すって書いてあります。まあおっしゃる通りで。まあそういうことで、この仏語薬師奉還区決ね、結構読むと楽しいです。最初から全部読むのは結構めんどくさいですけども、自分が気に入った症例だけ読んでみたり、自分が気に入った漢方だけ読んでみるのは意味があると思います。
まあ、今回の前半後半2回の講義で、こんな本があるのかって分かると思います。で、古典の読み方はまずこれ読んだ方がいいです。最初は僕の講演とか今風の講演を聞いて、まあ、この前に1個入れるんなら昭和の時代の漢方の先生の、まあ、ちょっとした本でも読んで、そしてこれが、明治初期江戸後期のとっても有名な本です。で、これを読んだ後に、お大王道の類従法講義、これ江戸時代の本ね、それぐらいを読んで、そして、満を持してね、召喚論近畿要略、1800年前の召喚論近畿要略を読むといいかと思います。講義の召喚論が教義の召喚論足す近畿要略、教義の召喚論は急性発熱性疾患の治療書、近畿要略は雑病といって慢性疾患の治療書ね、そういうふうに新しい方から読んでいってください。で、読むのが面倒な人はこの漢方 JP に、登録をしてもらうと、漢方 JP というサイトの方ね、 YouTube じゃなくて、そうすると松田邦夫先生の講義、それが、55回、大学で3時間してもらいました。その55回の講義を全部聞きますので、古典の勉強には自分で、古典を誰の助けもなく読むよりも松田先生の講義を聞いた方が断然、時間の節約と、理解の深みと、あとは楽しさと、あとは名医の講義なんで、有意義だろうと思います。ぜひ不都合薬室交換区決、ね、不都合薬室交換区決、今回ざっと流してお話をしました。2回分ぜひお楽しみください。では失礼します。